県省殿、勝部神社は、滋賀県森山市勝部にある神社。正式名称は、物部高僧者、勝部神社。戦前までは、物部神社、または物部大名人、勝部大名人と称されていた。旧社格は、豪社で、旧仏部豪の僧者である。大化5年8月13日に、物部ノ,ノベスクネ広国が、物部ノ京、勝部村の現在地に祖神を祀り、 物の部大明人と称したのが起源とされる。忍寿元年正月には、聖六以上を、元領六年十月には、十五一下の真意を授かる。室町時代には、大見守護六角氏により、厚い信仰を受けており、六角軍が出陣する際にはその旗竿は決まって、当社の竹林の竹を使用するほどであった。三権者流れ作り日和田武器の本殿は、明王六年に、 六角高よりの寄進により再建されたものである。元記年間には、織田信長が安軍、紅本軍の寄生文60通を当社に収めている。文六3年8月には、豊臣秀治によって神田の寄進と本殿の修理が行われている。江戸時代には、当地一帯に森山塾が設けられ、宿場町と共に流星した。九百十三年に、 国の特別保護建造物に指定されている。江戸時代まで当社は、物延神社、または、物延大明神と呼ばれてきたが、明治時代の初めに、勝部神社に改めている。1931年、豪社に列せられる。境内に、珍珠の森を有している。県省殿と、中根碑は、郷土出身の戦没者の霊を休めるための施設として、戦前に建立されたものである。 郵便番号524-0041滋賀県森山市勝部一丁目8-8ありがとうございます。